進化とは進歩し発展すること、また生物が世代を得るにつれて次第に変化し、元の種との差異を増大し多様な種を生じていくこと。その過程では体制は概して複雑化し、適応が高度化し、また種類が増すものである。果たして今回はグレイモンを見ることはできるのであろうか。不合理という言葉の不合理さ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、みつです。第3回目のデジタルモンスターじゃない、デジモンアドベンチャーの実況を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、だいぶ久々の実況です。前に撮ったのがもう何週間前だ、2週間ちょっと前ぐらいなんで、もう第2回の時の記憶がほとんどないんですがうん、確か爆裂進化、グレイモの途中で終わったかと思います。レベル上げというか戦闘だけで終わってしまった、実況だったと思うんですが、今回はその続きをやっていきます。なんですが、このセレクトシステムって書いてあるのが右下にありますね。それに気づかなくてずっと設定できんのかななんて言いながら実況してたと思うんですけど、ちょっとこれ開いてみましょうか。 BGM、SE、ボイス、データインストール、あ、これだけか。ボイスは？デジタルモンスター？デジタルモンスター？なんでここをチョイスしたんだよ。デジタルモンスター？ちょっとボイスだけ上げとくか。これぐらい上げとくか。これでいいでしょう。で、なんだっけ？もう全然覚えてないや。これでいいか。よし、やばい、よく覚えてない。じゃあジョーディーや。ん？ごまもんね、開けごまって呪文とか何か関係あるのかな。なーに、バカなこと言ってんだか。ごま団子の方のごまだよな、丸くてコロコロしてるし。そうなのか、どっちも違うってな。だってばよ、こうしろはん、本来進化というものはもっと時間をかけてゆっくりと行われるはずなんです。まあそんなに難しいこと言わんと、のんびりやっていきましょう。そういえばテントモンってなんで関西の言葉で話してるんだ。まあその話はまた今度ゆっくり。うまくかわされた気がするな。この先には進まないとおくか。とりあえず全員に話しかけよう。ヤマト、俺、ツノモンが進化したガブモンです。進化って、一瞬でこんなにでかくなるのか。タイチ、お前も進化したくないか？進化して火が吹けるようになったら、一番最初はヤマトに見せてやるや。タケルくん。パタモンに進化したら飛べるんだって。見て見て、タケル、飛んでるよ。お。よし、ここは素直に褒めてあげましょう。でしょでしょ、パタモン頑張れ、ランクアップ。なんか面白いな。シミュレーションゲームを混じってるんですかね。パルモンは植物、アグモンは恐竜かしら。あ、おしまいか。特に。で、あとは空と。ピヨモに進化できたの空のおかげよ。ねえ大地、私たちのおかげってどういうことかしら。昔空が助けた鳥が恩返しに来たとか、昔話にあったあれ。まあない。さて、よーし、出発しよう。お前が言うんか。お前が言うんか。出発しましょうか。とりあえずセーブをしておきましょうかね。じゃあやっていきましょう。進んでいきまーす。今回こそグレイモンに進化させたいですね。あ、相変わらず敵がいるんだな。いやー、夏ですね皆さん、夏ですよ。あ、
夏で調子乗ってエアコン使ったら風邪ひきました見事に今日鼻声なんですけど、ヌメモン、マッシュモン、もうこいつらとばっかだな戦ってんのは。うん、まあちょっと声裏返った。まあそんなお話をしながらね、戦っていきたいと思いますよ。あ、マシュモにすればよかったな。うわ、毒った。マジか。毒ったよ。とりあえずヌメモン倒そう。オッケー。で、マシュモンを攻撃と。これはきついな。これ毒って戦闘終わると治るんだっけ？治ってたっけ？もう覚えてないな。まあ久々にね、この収録ができるということで、風邪をひきながらもやってます休みよって話なんですが、いかんせんですね、プライベートじゃねえや、収録時間がなかなか取れなくてですね、まあプライベートな方でちょっとバタバタとしてまして、よし、あと1撃やっちまえ。 OK、 勝ったわよ。OK、 お、レベルアップ OK、 お、スキルパネルが大きくなった OK。じゃあ、ゴマモンとパタモンに変えるか。まあ、よし。パーティーと。パーティーをこうやっていつでも変えられるのはありがたいですね。よいしょ。これでいい、これでいいかな。ダメだ、口が回ってない。アイテム。アタックブースト。OK。ブーストってなんだっけ？もうそれぞれ覚えてないんだけど。デジピースとは違うんだっけ？あ、いいんだよね。どうしよっかな。攻撃力があるのが、今、アグモンなんだよね。まあ、今回アグモンがね、一番メインだし、アグモンでいいや。ひいきです。お、ちょ、ちょ、やばいな、バックアタックかな。やばい、前回に引き続き、バトルばっかやってる。いい加減、話を進めないと。もう、ヌメモンなんて相手じゃねえ。あれ、でも、ヌメモンって、成熟期じゃなかったっけな。成熟期っていうのはこのアグモンたちの次の段階の進化ですね。進化した後のデジモンのことを言うんですけど、レベル上がらず。おお、カクカクしてる。あとは何かな。マッシュモン一回でいいから気づかれずにね、バックアタックしてみたいんだけどな。先制攻撃取ってみたいんだよな。こっち来んな、こっち来んな。お、行ったか。これ来たんじゃない。なんか違うのかな。お、よっしゃ、先手を取った。OK。 じゃあパターモンでどうしようかな。こっていっか。おお、突進。あ、そういえばテントモンの毒はどうなったんだ。治ったのか。見てないや。アグモンで攻撃するのもったいねえな。なんかパターンも光ってんな。なんだなんだなんだ。あれか。なんか、絆どうのこうのってやつか。どうやってやんだっけ覚えてないや。鼻水出るし。しょうがない。あとで、
取説見よう。これかな。なんだっけ。そうなんだよな、絆ランクが上がってるから。わ、毒になった。これやりたいな。どうやってやんだ、どうやってやんだ。アイテム違うな。技じゃないんだよね。わからん。てか覚えてないや。じゃあ、ショック。おい、なんだ。あ、毒食らってるからか。よし、最後パターンもんでおしまい。オッケー。どうやってやんだっけな。覚えてないっす。オッケー、レベルアップ。オッケー。ぬめった塊出た。よし、もういい加減先に進めよう。匂い立つ花びらを3個。マップが欲しいな。あ、待って。ちょっと今、チュートリで見ちゃおう。絆ランクあった。これがわからん。はい。発動されることがあるから、ほっとけばいいのか。特になんか。そっかそっか。OK でーす。こっちかな？よし。今日はカフェオレを飲みながらやってます。ああ、うま。もう、熱い。熱いわ、マジで。7月に入って急に気温が上がりましたからね。もうやめてほしいわ。そろそろ世間は夏休みに入るんですかね。夏休みか。これデジモンを見てたのが小学校の頃なので、ガキンチョの頃ですね。懐かしいですね。日曜日の朝ですよ、やってたの。懐かしいな。で、日曜日に遊んでた時はいいんですけど、日曜日に遊ばない時は次の日の学校で友達と話し合うっていうね、デジモンについて。もうその日一日はもうデジモンの話でおしまいですね。もう持ちきりですよ。わわ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 、なんかすごいことになった。こっちでいいや。おい、昨日のデジモン見たかよっていう話からこうね、会話が始まるっていう。ちょっとパダモンが危ないか。そうでもないか。懐かしいなあ。まあみんなで懐かしみながらね、こうやっていきたいと思いますよ。大体の話は覚えてるんですけど、ただ細かいところ、おおお、これか。これが絆ランクというものですな。絆ランクじゃねえか、絆コンボ。へえ、トゲトゲしい、なんだこれ、背骨か。ベタモンから手に入ったアイテムですね。ちょっと、まあ大丈夫か、いけるか。まだ続くのか、長いなこれ。どんだけレベル上げさせるんだ。また今回も下手したらレベル上げだけでさ、あの、終わっちまうぞ実況。じゃあこっちでいいや。よいしょ。
皆さんはどのデジモンが好きですかね。どのデジモンというか、おやばい、パタモンパタモンパタモン、やばい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 、やめてやめてやめて、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。とりあえずね、どうしようかな、回復させよう。あ、てかゴマモンやべえな、ちょっと待って、とりあえずパタモンを復活させて、オッケー。どうしようかな、技でなんかないのかな、回復ダメか、しょうがないな、ゴマモンも回復させよう。あ、間違えた間違えた間違えた。あ、いいのか、別に大丈夫か、やばい、頭が回転していない。ん、強えな、あれ前やった時こんな強かったっけ。まあいいや、よいしょ、これだっけ。パタモンの防御が低いのか、ちょっとやばくなってきたか。やったー、あ、やべ、この2匹だけレベル5になっちまった。パーティーを変えとくべきだった。あ、 HP 回復するんだ、へえ、これ楽だな、レベルアップすると HP 回復するんだ、へえ、なんかいろいろ簡単ですね。簡単と言ったらあれですけど、親切というか、なんというかですね。よし、じゃあこれでいきましょう。おそらくこの3人がスタメンになるんだろうなっていう。はぁ、本当にいろいろ起きるな、撮影中に。うん、ピンポンが来ました、びっくりしました。どうしようと思ったんだ。あ、そうだ、このマシュモンと戦おうと思ったんだ。さてさて、さっきの話の続きですが、皆さんはこのね、メンバーというか出てるデジモンの中で何が好きですかね。この子供たちの相方として出てきてるデジモンの中で、どうしようかな、先にピアノで倒せるか。いや、僕はやっぱり多分前回の放送で言ったのかな、アグモンが一番好きですね。どうもですね、主人公を好きになってしまうんですよね。なので子供たちの中でも太一が一番好きですね。よいしょ、分かれましたね。太一派か大和派かみたいな感じで分かれましたね。ちょっとこのゲームの中でもストーリーが全然進んでないんで、まだ太一とヤマトのね、性格っていうのがまだ初見の人は分かんないと思うんですけど、そこまで。でもな、ヤマトイケメンだからな。いや、太一も全然イケメンなんですけどね。小学校5年生にあんなイケメンいねえだろ。うわ、毒った。毒った、毒った。ショック。オッケー。どちらかというと、ヤマト派は女の子が多かった気がします。女の子も結構デジモン見てる子いたんですけど、大体の子はヤマト好きでしたね。かっこいいかっこいい言いながらみんな言ってましたね。あ、毒治るんだ、よし、 OK。 あ、セーブポイントだ、回復できる、やった、よし、一旦セーブします。よーし、じゃあ先に進んでいきましょうか。こっちには何かやっぱあるよな。ん？味方一体の SP を30回復する、よっしゃ。アイテムもちょっとねえ取っておかないと、さっき回復アイテム使っちゃったからな、いっぱい。お、海が見えました。ん？海の匂いがしてきた。お、ガブも久々に喋った気がする。あ、それだけか。海。ん？僕の携帯じゃないですよ。
こんなところで電話の音？懐かしいな。こんな話あったね。ありえねえだろっていうね。こんなところに公衆電話なんて不合理です。小学校4年生の男の子が不合理ですっていう言葉を使ってること自体が不合理じゃね？びっくりだわ。でもいつも見る電話ボックスだよな。うん、もう見なくなりましたけどね、昔に比べると。小四郎、10円貸してくれよ。家に電話かけてみるよ。それならテレフォンカードがありますよ。なんで持ってんだよ。あれ、サマーキャンプに来たんでしょ君たち。僕もママに。私も。これで戻ろうとすると太一。あ、見に行けるんだ。なんでもない。さてさて、こっちに何かあんのかな。ついついね、こうやって探索しちゃうっていうね。何もないかな。もうアグモンがね、こうやってついてきてくれるだけでね、もうありがたいですね。もう何も文句も言わずにね、こうついてくるっていうね。何もないのか。さてさて、じゃあ空から話しかけよう。全然ダメ、繋がらないって。繋がってもお花の教室で忙しくて家にいるとも限らないんだけどね。ん、幸四郎はん、なんだこの電話メッセージ。電話回線の混線にしてはおかしいです。叩いてみたら治るんとちゃいますか。確かに。ジョー先輩、見慣れた電話ボックスがある。つまりここは日本なわけないよな。なあジョー、日本ってなんだ。ミミ、番号間違ったのかな。天気予報が始まっちゃったんだけど、皆さん天気予報の番号わかりますか。わかりますよね、すいません。ミミって意外とおっちょこちょいなのよね。タケルくん、お兄ちゃんが僕の家に電話したけど繋がらないんだ。タケル、そんな悲しい顔しないで。ヤマト、タケルの家に繋がらないんだ。俺の家にもかけてみるか。遠くの人と話せる機会？本当に？まったく、なんなんだよこの電話。お腹も減ってきましたね。お昼もまだだったな。よし、休憩だ。僕もお腹空きました。誰か食べるもの持ってる？あれ？これって空から降ってきた。ん？みんな持ったままだったのか。ああ、これね。食べ物をって話でしたよね。僕が持っているのはノートパソコンとデジカメ、携帯電話ですけど。どれも食べ物じゃねえ。ここに来てから使えないんですよ。俺が持ってるのはこれだけ。単眼鏡。今単眼鏡、あるんですかね。あるとは思いますけど、単眼鏡持ってる人あんまり見たことがないですね。僕持ってるよ。ほら、お菓子。お、子供会。うん、夏休みだからお兄ちゃんのところに遊びに来たんだね。お兄ちゃん、ヤマト、お兄ちゃんだとさ、いとこですかね。ミミちゃんは何を持ってるの。固形燃料でしょ。釣り糸セットに。結構本格的なサバイバル用品だな。これからは役に立つかもしれないな。サバイバルに行ったわけじゃねえんだろうけど。電話繋がらないみたいだ。ん？なんだか遠くで音が揺れてますね。おーおーおーおお、なんだ。おお、出た出た、いた。こんなやついた。
驚き方同じもう前々回も言いましたけど、クワガーマンの時と同じだ。なんだ知るもんや。この辺はあいつの縄張りやったんか。ここで説明ないんですね。シェルモン、なんとかデジモンみたいな、必殺技はなんとかなんとかだみたいなアニメだと説明ありますよね。シェルこんなだっけ、覚えてない。こっちだシェルモン。お、おお、来ました。全く同じだアニメと。いいなこれ。来た。グレイモン。一体で戦うのかな。どうなんだろう。ああ、3対1か。シェルモン。何か技増えてるのかな。メガフレームとか。ああ、メガフレーム、ビットファイヤー。いや、もうメガフレームだろ。やってくれ。うわ、545であんだけしか効かないの。うわ、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 うわ。うわ、全然効かねえ。なんだこいつ、強え。うわー、ハイドロプレッシャー。おお、一体か。いいや、もうプチファイヤーいけ。やべえ、クワガーモンとは全然違えぞ。シェルモンって確かあれでしょ、成熟クッキーじゃなかったっけ。もうや、もう一発撃て。防御力が上がった。どうしようかな。なれるさーと。いや、攻撃しとけ。いいな、この BGM で戦えるのいいな。人かなう。歌ってる場合じゃねえ。あともうちょいだな。あんまり攻撃してこないな。よし、最後はメガフレームで決めよう。防御力上がったからか。くっそー。ダメだ。グレーモンで決めたい。よし、行け。ミスった。嘘なんでミスるんだよ。どうしても、ごめんなさい。どうしても俺グレーモンで決めたいんです。行け。オッケー。よし、決めたぞ。これどうやって声優さんさ収録してんだろうな。音声を変えてるのかな。あ、まあ、そんなことどうでもいいや。やろうやろう。よーし、オッケー、レベルアップ。ついに進化しましたよ。あ、戻った。大地。全然上手くなんねえや。アグモン、元に戻ったんだな。もう一段階進化したと思ったら元に戻るなんて、謎は深まりますね。まあ、あのままの大きさでね、いられたら困るけどな。ストーリーが進むとデジモンたちはバトル中に進化できるようになります。うん、知ってますよ。進化には SP を消費する。ああ、そうなの。あらゆるパラメーターがアップして強くなります。なるほどね。また毒やパラメーターダウンなどの異常状態、状態異常を回復する効果もあります。へえ、好きなタイミングで進化ができるのか。さらに技の内容も変化し、
消費 SP が多い分より強力な技が使えるようになります。なるほど。あらら、電話ボックスがめちゃめちゃ。これでここにいる理由はなくなったな。ですがここに電話があったということは設置した人間がいるはずです。その人間を探してみませんか。私もその意見に賛成。よし、それで行こう。みんな自分の荷物を確認してくれ。おう。よし、出発だ。オッケー。エピソードにはメインエピソードとサブエピソードがあります。黄色いアイコンのサブエピソードはプレイできるタイミングが限られています。メインエピソードを進めるとサブエピソードが消えてしまうこともあるので注意。なるほど。またエピソードセレクト画面で方向キーの左右は全てメインサブといった。あ、はい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 、なるほど。あ、これでおしまいか。なるほど。ほんほん。青き狼ガルルモン、これ多分普通だよな。メインだよね。サブがこれか。ほんほんほん。じゃあ次回ですね、サブイベントやっていこうかな。うんね、いろいろね、メインだけじゃなくてサブのイベントも見ていきたいと思いますよ。じゃあ今回はここでね、ちょうどキリがいいので終わりにしたいと思います。相変わらずですね、ツイッターとブログやっておりますので、よろしくお願いいたします。では次回ですね、砂浜と餌というサブエピソード。もうアニメにはないところだと思うので、おそらくですね。はい。楽しみにしたいと思います。では次回の実況でまた会いましょう。バイバイ。マーチングフィッシーズへのプレゼントを手に入れるため、再び海へ向かうジョーとゴマモン。再び同じルートを通るのに飽きつつ進むプヌシは、絆ランクを上げることの難しさを痛感する。果たしてマーチングフィッシーズへのプレゼントは手に入れられるのか。次回、デジモンアドベンチャー実況第4回、プライドをかけた海水浴。今実況が進化する。